どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、白色矮星と中性子星の中間にあたる新天体が出現というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。謎多き星雲 IRAS00500+6713。2019年に ESA の持つ X 線観測衛星 XMM ニュートンを用いて発見された星雲 IRAS00500+6713、長いので以下 IRAS というふうに呼ばせていただきます、はその中心にあった白色矮星という天体が 1A 型超新星という大爆発を起こし、その周囲に形成されたというふうに考えられているガス雲です。白色矮星というのは太陽の8倍未満の質量を持つ、一部の大質量星を除くほとんど全ての恒星が、その一生を終えた後に進化するというふうに考えられている超高密度の天体です、私たちの太陽なんかも、こうやってどんどん膨張していって、最終的に、今の250倍の半径を持つというふうに言われているんですけど、そういった赤色巨星の段階を経た後に、最後また収縮していって白色矮星になるというふうに考えられています。で、有名な白色矮星には、あの有名な恒星シリウスと連星をなすこのシリウス B という天体があります。でシリウス B は地球よりも、少し小さい程度の直径しかないんですけど、質量に関しては実に地球の30万倍を超えていて、地球の109倍の直径を持つ巨大な太陽とほぼ同程度であるというふうに考えられています。そんな星の燃えかすともいえる、超高密度の白色矮星という天体には実は質量の上限があると考えられています。その質量が太陽の 1.4 倍を超えると、白色矮星を構成する個々の原子内の電子が、星の重力によって原子核と結びついてしまうそうです。すると、原子の構造が壊れてしまって、白色矮星は大爆発とともに一気に収縮し、さらに高密度な中性子星が形成されたりとか、星自体が跡形もなく消し飛ぶこともあります。この白色矮星の質量が限界を超えた際に起こる大爆発こそが 1A 型超新星というふうに呼ばれているんですけど、こういった大爆発が原因で今回の星雲 IRAS が形成されたようです。奇妙な中心星 J005311、この星雲 IRAS の中心には J005311 という天体があります。で通常であれば 1A 型超新星によって形成された超新星残骸の中心部では白色矮星が崩壊した結果何も残らないか、中性子星が残る場合が多いようです。ですが、今回の星雲の中心部に残った J005311 は白色矮星のような天体であるというふうに知られていて、爆発に関与した白色矮星が消えてなくならずに残るという、特殊な超新星が存在している根拠となりそうです。しかも中心に残っている天体の、J005311 は、非常に奇妙でして、一見炭素や酸素を多く含んだ一般的な白色矮星であるものの、白色矮星にしては強力な X 線を放ち明るすぎるという特徴を持っています。そしてその明るすぎるといった特徴から白色矮星にしては非常に質量が大きく、なんと一般的に考えられている白色矮星の質量の限界である太陽の 1.4 倍という数値を超えている可能性もあるんだそうです。さらにこの白色矮星が宇宙空間に向けて放つ恒星風は、実に 16,000km/min という、想像を絶する速度を持っているんだそうです。参考までに、太陽風というのは最大でも 1000km/min 程度なので、この白色矮星の恒星風がいかに桁違いに強いのかというのがわかります。この、中心星 J005311 の活動もあってその周囲に形成された星雲 IRAS の温度は、実に数百万度にも達していて、星雲自体からも X 線が放射されているようです。そんな強い X 線の放射があったおかげで、その X 線の観測からこの星雲にはネオンなどが多く含まれているということも判明しています。これらの奇妙すぎる特徴から
中新星 J005311 は白色矮星でも中新星でもなく、何か別の新種の天体である可能性があるとされています。もしも白色矮星と中性子星の中間にあたる天体が今回新しく発見されたということが判明すれば、それは本当にロマンしかありませんね。観測結果からわかるシナリオとは、現状わかっている情報から今回の星雲と中心星で起きたシナリオは以下のように考えられるようです。まず一般的に 1A 型超新星爆発というのは、中心の白色矮星が通常の恒星から加速を奪って質量を徐々に上昇させていくことで質量の限界に達し、そして爆発するということが多いんですけど、今回の星雲を形成した 1A 型超新星というのはこのように恒星と白色矮星ではなくて2つの白色矮星のペアが衝突することで起きたというふうに考えられています。白色矮星同士が衝突することで衝突した白色矮星が消し飛んだり中性子星になったりしない程度の超新星としては比較的弱いエネルギーの爆発が起きたそうです。周囲の星雲というのは、その爆発によって形成されたというふうに考えられています。つまりは、中心の J005311 が新種の天体であるという可能性だけでなくて、その星や周囲の星雲を形成した爆発現象まで全く新しい現象であったという可能性があるということなんですね。このような天体は天の川銀河内でも非常に珍しいようです。そして中心星 J005311 は非常に不安定な存在なので、今後1万年以内に崩壊し中性子星になってしまうというふうに考えられています。もし、私たちが生きている間にこの星雲で新しい展開があれば本当に面白いので、今後もこの星雲から目が離せそうにありません。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙系の動画を日々投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。こちらの動画の最後に姉妹チャンネルである科学ヤバイチャンネルの宣伝をさせていただきたいと思います。宇宙ヤバイチャンネルでは、普段から宇宙に特化して動画をお送りしているんですけど、科学ヤバイチャンネルでは、より広く科学全般のネタを提供しています。科学ヤバイチャンネルでは、こういったアニメーションを用いて動画を制作しています。そして、宇宙ヤバイチャンネルがメインなので、こちらの投稿頻度を下げないために、科学ヤバイチャンネルでは、僕、キャベチ監修のもとで、優秀な友人2人に協力してもらって、3人で動画制作を行っています。とても、楽しいコンテンツとなっているので、今再生中の動画の概要欄から、ぜひ、科学ヤバイチャンネルの方も足を運んで見ていただけると嬉しいです。